今日はお久しぶりに、カープ時代よく神宮でいやもちろんね、それはもうカープ時代よく見たら斎藤と吉田もいるみたいな。タイガー時代はよくファームで対戦もちろんね、どうでしたその時は。木田さんにはあの阪神時代に、直撃ぐらいの打球を食らったんですよ。でピッチャーライナーをでグローブ覚えてる弾かれて帽子も吹っ飛んで、ぶっ倒れたんです。当たってんじゃんそれ。ほぼ当たってましたね。自分もどこ行ったか分かんなかったです。もう斎藤が飛んでたもん。自分もどこ飛んだか分かんなかった。本当になんかバレーボールぐらいになるんだなっていうのはその時に初めて知った。こう目の前に来るからこう出した瞬間。そうですね。その後ねカープで一緒にね一緒にやったんですよ3人。いや知ってますよ。知らないと思ってた。そうですよね、すみません、失礼しました。弱い頃でしょ。あの頃はね、神宮に行ってもね、お客さんが誰もいないからで、こうやって上の方を座ってれば東が球を投げてくれてたんですよ。スーッとそれガラガラだったから、すぐ分かるんですよ。ガラガラだから山本さん来てるよ、分かるんですよ。そうですね、そうです。先発ですか。もちろん。あら、今日はすみません、じゃあよろしくお願いします。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 今日ね、先方あるんよ。一つ先方があって。なんすか。普通に振るっていうよりはちょっとね、手を先に出すとかね。こんな感じ。それをやることでどうなるんですか。要するにね、あんま開かないで、肩が。あ、左対左やし、久しぶり試合やしって、ね、ちょっとそうやって様子見て1打席目行こうかな。なるほど。あ、始まりますね。
ひどい。ここできた。ツーシーム。怪しいなこれ。斉藤に抑えられたもん。ひださん、そうですね、ちょっと簡単でしたね。まっすぐ投げてくれいいや。3人のピッチャーから見事4タコっていうね。勉強になりました。うん、やっぱもう、やっぱり日々勉強だから、ね。ちょっと何出ました、軟式野球。よかったセンターの。軸がブレずに。あれね、なってるから。あれ実はね、2ボール1ストライクで、まっすぐピッチャーだけど、まあ、一応まっすぐに頭を入れて、いくら、まあ、外はね、あのついていくつもりだったんだけど、早めにこう内側からグッときたところを出せたね。あれブレてなかったですね。いや、たまたまですけどね。改善してましたもんね。たまたまですけどね、あれは。くっそー。また勉強しました。ありがとうございました。